さあ、始まりました。やりくしチャンネル。パーソナリティの、ゆずきゆかりです。するまきまきだよ。ずんずんずんどこずんどこどん。もう突っ込まないぞ。ゆんゆんゆんどこゆんどこどん。お前もか。お前もね。何が？ではまた来年。そういうことでまた来年。終わらすなよ。おっと、ここで緊急ニュース。なんと、我々のマスターと言い張るやずきが、新しいアルバムを出すそうです。ということで、クロスフェードをどうぞ。え、もう、早くない？もっと喋ろうよ。いや、お前らふざけるだろ。そんなことないよ。いつも、マキさんのことを思うと、胸が苦しくなるだけさ。はっはっは、胸なんてないじゃないか。なんてことを言うんだ。もう怒るよ。激おこぷんぷん丸だよ。ということで、クロスフェードをどうぞ。お前が言うんかい。今回は、私の子分、いや、妹分の奇跡あかりちゃんも、たくさん歌っています。さっき子分って言わなかったか？大丈夫か？大切な妹なんだろ？大丈夫だよ。彼女は、とても性格の良い子で、本当に良い妹分だからね。今のうちに潰しておかないと調子こくと思うからな。私の人気を脅かす前に潰すまでよ。心の声が漏れまくってるぞ。今回はマキちゃん、グンマー帝国で B メロを担当したよね。なんで、私の曲は、毎回アルバムに入らないのかな？もう少しで2万再生される、あの伝説の曲が、なんでアルバムに入らないのかな？ちゃんと見つけるしね。一体、その声どこから出してんだよ。怖すぎる。はいはい、緊急ニュースは終わりました。しっかり歯を磨けよ。呆れ返るほど平和な国、プププランド、シェイシェイ、ダンケーション。相変わらず適当な終わらせ方をするよな。やりくしチャンネルでした。マキさんマキさん。後で校舎裏で待ってるからな。まだ根に持ってたのかよ。てか校舎裏ってどこだよ。